サノバビッチワンパーということで、トーコ先輩ルートは8回目どうやっていこう。チャプター6の2からだね。今回はタンタイム、おかえりー休日出勤したのにこのテンションほんとすごくないこれ、太一さんはい、ということで、まあ、今回はね、トーコ先輩のあの料理があるから、まあどういうリアクション示すのか、じゃあ見ていきましょう。ああ、おかえり。夕食はもう温め直していいのか。よろしく頼む。今日はなんだ。煮物だよ。おお、煮物か。煮物は母さんの得意料理だな。おお、懐かしい。またあのうまい煮物を食べたいな。ああ、お母さんも煮物とか作るんだね。母さんの煮物は無理だけど、今日の煮物は一味違うぞ。かなりうまい。ん？そうなのか。どれどれ、試しに味見を。あー、ん？ん？ん？この煮物。お、どうすか。うまいだろ。なあ、うまいことはうまいんだが、これお前が作ったんじゃないよな。味が違う。おお、わかる。そんなやっぱ分かりやすい。煮物ってまあでも結構差出るか。シュージ君は普段と煮物とか作んのかな。いろいろあって知り合いが作ってくれたんだ。知り合いな。まあうまいことこう隠さないとね、そこは。お前の知り合いが。ああ、本当か。なんだよ、前から言ってるだろ、俺にだって友達ぐらいいるって。ああ、いやいや、そうじゃなくて、いや、そのことも驚きだが。お、それよりも。なんかどうした。それよりも何なんだよ、さっきから妙な反応だけど。うん、この煮物の味な、よく似てる。母さんの味に似てるんだ。なんだそれ。ちょっと待って、え、そんなことある。煮物の味がお母さんに似てる。いや、偶然だよな、普通に。いや、そんな、なんか、お母さんの転生体とかそういう話じゃないよな、これ。もう10年以上前だから、記憶にも補正がかかってるのかもしれないが、本当に似てる。そんなに似てんの？そうなのか、この煮物が。残念ながら、俺は味なんて全く覚えてないけど、この味が母さんの。まさか戸隠先輩がそんな料理を作ってくれたなんて、すごい偶然もあるものだ。なんだろうね。なんだろうね。なんか偶然には思えないよね、やっぱこのサノバウィッチという世界観なだけに。いいな、この味を作れるなんて。あ、きっといい子なんだろうな。というか女の子だよな。嘘、そこまでバレんの。なんで女の子だと思う。味付けがかなり丁寧で優しいというか、デリケートだ。デリケートだが効率を重視したからか、彩りのバランスが悪い。すごいな。もうソムリエじゃん。すげえ、感情ソムリエの修士君、あとは家庭食事ソムリエの太一さんみたいな。すげえ、そんな語れるの、すごいね。こういうのはな、女性が作る料理によく見られる傾向なんだ。そうか、女性の料理をたくさん食べてきたんだな、太一さんは。うちの親父はいつの間にシェフになったんだ。なあ父さん、この際再婚を考えてみても。ふざけるなよ。絶対に東子さんはダメだぞ。再婚するしないは別にいいけれども、東子さんはダメだぞ。うん、再婚を考えるのは自由だけど、俺の知り合いは勘弁してくれというか、この人に変な気を起こそうとしたら父親でもぶん殴るから。息子が怖い。そんなに本気にするなよ、冗談だってばよ。どうした。いき、いや、いきなり、いきなりナルトになるな、あそこで。だってばよ。にしても、うん、この味は本当に懐かしいな。ああ、でもそんなにインパクトあった。そうして父さんは美味しそうに煮物のつまみ食いを繰り返す。とにかく着替えてきたら、食事の準備はしておくから。おう、そうだな。それじゃあよろしく頼む。久々の煮物だ、楽しみだね。親父、だから家の中でスキップはやめろ。にしても
母さんの味か。煮物の味なんて作る人によってかなり変わってくると思うんだが。ね、そうだよね。そんな、煮るなんてこと、煮る、煮物だけに。ね、煮てるなんてことあるのかってレベルだよな。なんかとんでもない偶然だ。先輩の煮物がね。まあ、でも、最初、星名家の材料を、はずっと変わってないわけでしょ、その、ね、お母さんの時代から、そういう時代からというか、ね、調味料とかは変わってないわけでしょ。いや、でもそれでもすごいか。そんな煮るかっていう。うまいよな。こんなにうまい料理を作れるなんて、ね、嫁に欲しいよな。俺も家事をしてきたから、ちょっと悔しい部分がある。けど、乾杯というか、先輩と張り合っても仕方ない。あと、それ以上に先輩の家庭的な面が見られて嬉しいから。先輩のエプロン姿、か、な、写メ撮ったよな。本当に色気のある人は、いろいろ困るな。やめろよ、それ使うなよ。あれに。こうしていると、先輩が料理していた姿だけじゃなくって、匂いとか、いろいろ思い出してしまう。年頃の男の妄想力は半端ないのだ。とりあえず、貼り付けたエロ本と DVD を回収しておこう。そうだな。ちゃんと回収しろよ。お！やっと落ち着いた。うわー、もうぐにゃーなってません。うわ、すごっ。えーだ、いや、細っ。いや、細くて、ここ、でっか。何この差。すごいな。スタイル良すぎじゃない？マジ。足こんな細いし。ほんともう、ここだけドカーンみたいな感じだな。夕食も食べて、お風呂にも入って、するべきことは終わらせて、ゆっくりできる時間。でも、私の心は、夕方から全然落ち着かないまま。私、変なこと言っちゃったかも。かもじゃなくて言っちゃった。あ、最後だって現にただいま絶賛勘違い中の女の子が一人いるもん。これな、あれぐらいの軽口、いつも言ってることといえば言ってることだけど、すごくドキドキして顔もきっと真っ赤だったはず。赤い顔でそんなこと言うなんて、星名くんも変に思ったかな。思っちゃったかもしれない。ぎゅーっと枕を抱きしめる。なんだろう、胸がドキドキする。お、ドキドキ。私は空っぽの私でもドキドキするんだ。こういうの初めてかも。私がドキ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 しちゃった。いや、もう普通に可愛いんですけど。緊張しているのとは違う。恐怖でドキドキしているのとも違う。嬉しくて、星名くんの言葉がとっても嬉しくて胸がドキドキするなんて今までに経験したことがない。目を閉じて、改めて星名くんの言葉を思い出す。いや、結構キザったらしいこと言ったよね。あんな風にあっさりと受け入れてもらえるとは思ってなかったから。まさかの不意打ち。努力をする姿は魅力的か。恥ずかしかったけど。思わず、笑みが漏れちゃう。部屋に一人でいるときに、こんな風に笑うことがあるなんてね。それぐらい本当に嬉しかった。普段はすぐに顔を赤くして素直な年下の可愛い男の子だったのに、やっぱり頼りがいのある男性なのかな。私、家に帰ってきてからずっと星名くんのこと考えてるな。まあ、それぐらい嬉しかったってことなんだけど、また週明けに会うのが楽しみだな。こんなにドキドキするのってどうなんだろう。まるで星名くんの家で見た映画のヒロインみたい。おお、もしかしてこれって、これこそが
恋だったりするのかな。東子さん、わかんないからってあのヒロインのムーブをなんかパクってきそうな気がするんだけど、どうなんだろうな。もうすごいグイ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 みたいな。こういう時経験不足の自分が恨めしい。まあ映画のシチュエーションをパクるんだろうな。多分なんかこの先ね、私にもっと経験があれば自分の気持ちもわかるはずなのに。私、うん、恋をしちゃってるのかな。おお、始まるか。ついに動き出すか。このシャープ8ぐらいまでなんか何も動かなそうだった感じが。サノバビッチ。お、なに、あー、コシジさんが、コシジさんがすごい見てる。あ、おはよう、星名くん。いいね、ああいうタロットカードもあるんだな。じゃあ見ていこう。チャプター6の3に入ったね。どうなっていくんだろうな。戸隠先輩。おはようございます。どんだけ動揺してんだよ。いつものように突然現れた戸隠先輩に思わず言葉がつっかえてしまった。だって現に、ただいま絶賛勘違い中の女の子が一人いるもん。まあこれ聞いたらっていう話か。別れ際のあの言葉が未だに俺のことを悩ませている。本当になんであんな意味深なことを。どうかしたの？あの先輩。何かな？ああ、いえ、やっぱり何でもないです。気になる。言いかけてやめるのは卑怯だよ。いや、本当に気にしないでください。お願いします。何でもないですから。こんなに普通に話しかけてきてるんだ。先輩にしてみればきっと深い意味はなくてもう忘れてるんだろうな。はあ、何か言えないようないやらしいことを考えてたんでしょう。朝から卑猥なんだから。なんでそんなすぐにその下の方に持っていく。もうすぐそうやって持っていくんだからさ。そんなことは考えてませんって。それよりも先輩、土曜日は本当にありがとうございました。先輩の料理とても美味しかったです。父さんもすごく美味しいってはしゃいでました。本当？喜んでもらえてよかった。食べるのが私だけで完全に自分好みの味だからね。ああ、そう、それを教えてほしかったんです。あの煮物の味は誰かに教えてもらったわけじゃないんですよね。うん、料理の基本は子供の頃に手伝いをしたり学校なんかで覚えたけど、細かい味付けは一人暮らしを始めてからかな。調味料やその分量をいろいろと試した結果なんだけど、それがどうかした？実はそのあの煮物の味が母さんの味に似てるそうなんです。星野くんのお母さん？といっても俺自身は覚えてないんですけどね。父さんがそう言って軽く感動してました。そうなんだ。もしかしたら星野くんのお母さんと味の好みが一緒なのかもね。でもすごい偶然、そんなことがあるなんて。ね、俺もびっくりしました。もし先輩が誰かにあの味を教わったのなら、その人と少し話をしてみたかったんですけど。ああ、味が似てたからって先輩と母さんがつながるのはさすがに考えすぎか。まあな。ごめんね、期待に応えられなくて。いえ、大丈夫です。それよりも先輩、もしよければ先輩の味付けを今度教えてくれませんか？私は一向に構わないよ。いいね、こういう、やっぱこういう自然な流れでさ、こう料理を学びに行けるとかさ、なんだこう仲良くなれるっていうのやっぱいいよな。こう料理できる者同士は。ありがとうございます。あと煮物だけじゃなく他にも先輩が好きな料理とか、俺も料理のレパートリーを増やしたいので。うん、オッケー。そうだよね、毎日自分や家族のためだけに作ってるとあんまりレパートリーって増えないんだよね。ああ、それじゃあいつがいい？私は今日でも明日でも大丈夫だよ。いえ、そんなに焦ってませんから、また機会のある時でいいです。じゃあ星名くんの都合のいい日を教えてね。はい、わかりました。心よく引き受けてくれるのはとてもありがたいことだな。じゃあ
その時、うん、また一緒に恋の勉強をしちゃおうか。どれぐらい続くんだろうねこれね、ずっと。いやー、そっか、まあ、何か断るごとに恋の勉強始まるってことか。ドク。そうですね。先輩に笑顔を向けられた瞬間、胸が大きく跳ねた。可愛いと思うことは今までにもあったけど、こんな風に胸が詰まる思いをするのは初めてのような気が。何？どうした？おお、来たね、ドクン。もうこのドクン、でも今まで以上のドクンだよね。今までは、あれ？なんだこの気持ちみたいな感じだったけど、もう明らかにドクンだもん。あー、いや、なんでもないです。不思議そうにじっと俺を見つめてくる先輩。何ですか？そんなに見られると困ります。ううん、何でもないよ、気にしないで。今日はいい朝、そう思っただけだから。確かにいい天気ですね。肌寒くなってきたから日差しはこれぐらいがちょうどいいかも。そういう意味じゃないよ。ん？まあいっか、気にしてくれてありがとう。じゃあ一緒に勉強、約束ね。あ、はい。さて、今日も一日頑張ろう。ほら、星野くん、今日も一日頑張ろう。いや、なんか頑張りましょうみたいな感じになってるな、これ。え、おー。乾いてんな。なんだこの元気のない感じ。戸隠さん、おはよう。おはよう。行くね。男子が戸隠先輩に行くのすごいな。なんかご機嫌だね。いいことでもあったの？先輩男子ってこと、修二君から見た先輩ってことだ。だから、東子さんにとっては同級生だな。ちょっとね。そうだ、質問があるんだけど、ちょっといいかな。おお、行くね、男子に。俺に、いいよ、何でも聞いて。いいよ。私に魅力ってあると思う。あー、やばい。それはそりゃもちろんねえ、可愛いし優しいし、うん、他にもいろいろ魅力があるよ。もう半ば告白をもう促されてるような感じだな。なんか違う？戸隠さん、あれ、やっぱり普通かな。特に変化なし。なんだ変化って。なんだ変化って。ありがとう。参考になってよ。じゃあね。何この感じ。え？なんだった？大丈夫。お前と一緒の気持ちだからこっちも。何っていう。何してたの今の。自分の心をこう試してたの。おはよう星野くん。おはよう。大丈夫？熱でもあるんじゃないの？いきなりどうしたの？だって顔が赤いよ。真っ赤だよ。真っ赤なの？どこか悪いんじゃないの？真っ赤の状態でここまで来たんだ。そう。別に病気じゃないとは思うんだけど。あるとすれば、さっき先輩に笑顔を向けられた影響だろうか。それだけでな。もうドクン来たからな、さっき。ちょっと、暑いからかな。もう11月なのに。ねえ、やっぱり変だってば。保健室行く？いや、体調に問題はないから、まあ悪くなったらすぐに保健室に行くよ。無理はしない方がいいよ。なんだったら着きそうから。いや、もうつむぎさんもな、もうこっからでもフラグ立ちそうなんだよな、つむぎさんの。ありがとう。ああ、そうそう、話は変わるんだけど、うん、星野くんに報告しなきゃいけないことがあるんだった。何？俺に？一体何だろう。あたりを見回すシーバさん。あー、魔女絡みか。すでにチャイムが鳴るまでそんなに時間もないので、教室の中は騒がしいくらいだ。ここじゃあちょっと。他の人に聞かれると困るような話？一応念のために。ほら、肥後さんに関する例のあのことで。ああ、肥後さんに関する例のあのこと。ああ、
あれか。だからちょっとだけいいかな。ただの報告だし、そんなに長くならないから。かけらを回収したってこと？なんかあったのかな。わかった。肥後さんについてなんだけどね。うん。俺の目から見ると心の不安は解消されたように見えたんだけど、ダメだった？ううん、大丈夫。星野くんの言う通り、ちゃんとかけらを回収できたよ。おう。あれなら今はすっごく幸せなんだと思う。よかった。そうか、なら一安心だ。今回はシーバさんが回収したの？そう、あやちさんと話し合って譲ってもらったんだ。ちなみにシーバさんのかけら集めはまだまだかかりそうなの？そうだね、私の場合ちょっと事情もあるからまだまだかかりそう、うん、そうなんだよな。まあ、紬さんで言うと分かんないと、あ、やんないと分かんないところだけどね。うん、特殊なあの形で契約してるんだよな。事情か。まあ魔女の契約を交わすぐらいなんだから、そりゃ事情ぐらいあるだろうな。俺にできることなら協力するから。ありがとうね、いろいろとお世話になってます。これぐらい気にしないで。報告は以上なら、チャイムが鳴らないうちに戻ろうか。まあ何にしろかけらの回収ができてよかった。願いを叶えるためっていう部分もそうだけど、ちゃんと回収できるぐらい肥後さんが楽しそうにしてくれて。そういえばさ、星野くんと高橋先輩って最近妙に仲がいいよね。なんだ妙にって。え、そうかな。違うの？今朝も一緒にいたよね。おう、見られてた。見てたの？けどあれは校門で一緒になっただけ。というか声をかけてくれればよかったのに。無視したんじゃなくて、窓からチラッと見えただけだったから。仲いいんでしょ？まあ仲良くはさせてもらってるけど、別に先輩だけってわけじゃないしさ。こうしてチーバさんとも仲良くさせてもらってるだろ。確かにな。まあそういう意味では女たらしだよな。まあでも、まあ事実は事実だな。それはそうなんだけど、それを差し引いてもよく一緒にいるかなって思って。そうかな。まあデートしたり、俺の家で映画見たり料理をしたり、そういうことをしてるからな。まあ見えないところでね、みんなが知らないところで。まあ確かにいるっちゃいるな。もしかして、うん、いつの間にか付き合ってるなんてことは？まあ付き合ってるみたいなもんですね今。恋の勉強とかいうことやってるんで。まさか俺と先輩じゃん釣り合わないって。釣り合いって、先輩って高貴な家柄の生まれなの？そういうわけじゃないけどな。あ、こっちが一方的にってやつ。いや、そういうわけじゃないけどさ。じゃあ一体何の釣り合いが？というか釣り合いを気にするってことは、うん、一度は先輩とのことを考えてみたことがあるってこと？するでーするでーなー、紬さんよ。なんか例のあっち方面はそんなに鋭くないのに、なんでこっちばっかり鋭いんだ。え、いや別にそういうことは。それってやっぱり。お？あ、もうチャイムが鳴るな。早く戻らないと。久島先生って結構そういう部分に細かいから、ホームルームにいなかったら遅刻扱いだ。そうなの？それはまずいね、早く戻ろう。うまく巻いたな。だからこの防線部に関しては直前だけでなく、この段落の最初にも目を向ける必要があるわけだ。やっぱカナエ先生のこの声やっぱいいですね。癒しだな。この2箇所の文章を読んでから、つまり要するに、うん、という言葉に着目すれば答えはおのずと出るよね。じゃあカリア答えて。原告か。私ですか？今の説明は答えを言ってるも同然だよ。ちゃんと聞いてたらわかるはず。ほら、ちゃっちゃと答える。つまりですね、要するにこの問題は、うん、
大丈夫？俺が先輩のことを。先輩の笑顔を前にすると胸が高鳴って、先輩と話すと嬉しくなって、何気ない一言が妙に頭にこびりついて、それはどういう感情だ？特にあの意味深な言葉、うん。気になるね。だって現に、ただいま絶賛勘違い中の女の子が一人いるもん。いや、先輩からすればいつも通り下ネタでからかってるのと変わらない。多分そんな意味なんて何もないと思い込もうとした。うん。でも諦められない。意味がなかったなんて思いたくない。一縷の希望にすがろうとする俺もいて。もう。なるほど。あ、でもすがりたいってことは、まあそういうことやな。はあ、なあ、星な。ため息つくほど、私の授業はつまらないか？すいません。金井先生すいません。ほんとね、うちの星だが、修士が。ねえ、もうこういうね、もうほんと、もうね、ちょっとこう、目離すと。俺がコントロールしてるわけじゃないけど。やだな。ため息じゃなくて簡単の息ですよ。ためになる授業だなーって感心してたんじゃないですか。もう、言い回しだけは、もう一丁前だな、お前は。ほん。それなら、次の問題は星名に答えてもらおう。やってもうたな、これ。まさか、わからないわけじゃないだろ？感心するぐらい聞いていたんだから。あ、いい顔。いや、金井先生乗ってきたね。あー、すみません、さっきの問題に感心しすぎて意識が飛んでました。誰か他の人でお願いします。このバカタレ、授業はちゃんと聞くように。はい、すみません。これも笑いが起きるやつや。なんで笑わねえんだ、みんなよ。みんな笑ってくれ。星名くん、どうかしたんですか？授業中にほうけていたみたいですが。ああ、うん。まあ、個人的なことで、ちょっと。と言っても、誰かに助けてほしいような悩みじゃないから、気にしないで。そうですか。大丈夫。おかけんの方に影響しないようにするから。もし何かあるなら、休んでくれてもいいんですよ。私もバンドの誘いが多いときは、少し早めに帰らせてもらったりしたんです。ああ。皆さんも、たまには休んでもらってもいいです。うん。ありがとう。ちょっと考えてみる。もしかしたらお言葉に甘えて休ませてもらうかも。はい、遠慮なく。あやちさん、ちょっといい？次の授業で当てられるから教えてほしいところがあるんだけど。ねねさんに行く？わかりました。それじゃあ、星名くん。ああ、うん、また後で。せっかくそう言ってくれたんだから、たまにはそうするのがいいかも。おお、一回休むと。確かに今の状態で先輩と顔を合わせても気を奪われちゃいさい、気を奪われちゃいそうだもんな。にしても。まあ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 。ね、トーコさんとね、朝一緒にいて、そして今はネネさんとこう、なんかひそひそ話してると。で、ちょっと目を離したら、なんかね、つむぎさんとかも、ね、めぐるさんとかも出てきたり。G なるわな。背中に突き刺さる視線。チーバさんも含めて、なんだかんだで教室で話す機会も増えたけど、やっぱりクラスメイトの嫉妬の視線は相変わらずか。大丈夫か？ああ、戸隠先輩にも俺の能力を使うことができれば、こんな風に悩むこともなく、先輩の真意を探ることができるのに。そんなことを思いながら、俺は寝たふりでクラスメイトの視線から逃げるのだった。そうなんだよな。結局そこがわかんないというね。はい。ということで、じゃあ今回は、まあ、30分ぐらいなんでここまでにしましょうか。ね。ちょっと若干早いかもしれないけど。まあ、いつも40分近くやってたんで。まあ、でも、ね、その煮物がお母さんの味に似てたっていうのは、なんか若干引っかかるところがあるよね。まあ、やっぱサノバウィッチさ、ね、そんなにこうストーリーめちゃめちゃ、長いわけ、でもサナバウィッチっていうか、こう、なんていうのかな、まあ、ユズソフトさんで一ルートめっちゃ長いわけじゃないじゃん。なんか、こう、ちょっと気にかかるようなことが起きると、絶対なんかさ、伏線じゃないけど、関わってくる可能性あるから、まあ、多分何か関わってんじゃねえかなと思うんだけど、いや、でもなんか、お母さんが、その、再婚じゃない、その、何、戸隠家のさ、に、一回、ねえ、こう、なんつうの？
その星名家のお母さん、ちょっと名前忘れちゃったけど、あの人が、他の人と誰か結婚してて、で、その子が、東子さんとかさ、そういうパターンとかだったら、なんかな、なんかなーってなっちゃうしな。うん。まあ、ちょっとね、よくわかんない。ね、なんか、もしかしたらそのお母さんの転生体とかね、何か、うん、そういう可能性もあるのかななんてちょっと思ってたんだけど。で、孤児っていうこともあるんで、まあ、なんかね、ありそうだなっていう感じはするよね。この、煮物、まあ、偶然っていう可能性もね、高いけどね。うん、煮物だけで、みたいなところあるけど。はい。まあ、じゃあ次回が。どうなんだろうね。まあ、これからは、まあ、先輩との仲をね、こう、深めて、どんどんこう、なんつーの?また、こう、違う関係にこう、なっていく局面なんだろうけど、うん。まあどうなっていくのかそこら辺も気にしながら、じゃあ見ていきましょう。ということで、バイバイ。